金峰神社は、新潟県長岡市に鎮座する神社である。旧社格は、県社で、明治時代まで、蔵王権元という。近辺では、蔵王様と呼ばれている。廃物希釈までの別当時は、安禅寺。金山彦命を祀る。他に愛殿にまた倉神社他を祀る。蔵王権元以前はまた倉村と伊三土神また、倉神社を祀っていたという。 大震災はまた倉神社祭礼である。和道2年、元明天皇の直眼により北国鎮護のため、大和国吉野山の座王権源を分霊して、腰軍に入原の地に創建されたと伝える。主言者秋葉三尺坊をはじめ総と山伏主言者数千人の勢力だったという。秋葉三尺坊は後に、新州と学史を経て、遠州に渡り、 一大主元勢力を築いたという。しかし戦に敗れ、三島軍、八田の地に隠遁し、任時三年現在のまた倉村の地に遷座したという。信濃川河川交通の重要地である、この地に門前町を築き、軍事勢力を持ち蔵王道場を築き長岡の町の基礎を築いた。河川沿いの長い球場に発展した町の様から、長岡という地名が起こったという。なお、 長岡市市では、ニレ玄からの千座年は、不詳で、大島草川崎郷、ほくら村に転し、道村は、蔵王村に改称したとされる。南北朝時代にはこの地をめぐって、激しい戦いが繰り広げられた。当時すでに、越後国を代表する霊場として、広く知られていた。蔵王道上主、堀正式は品野川に架ける、この地から、平方原に城を築城した江戸時代。 天海により、別当時の安全時が新言州から、天台州に終死外となる。現何年中に、社限炎上して、古記録が消失。慶安2年に、徳川家光は、主因300国を寄進されたほか、越後長岡藩主牧野家は40国寄進し、守護神と崇め家徳相続の折には必ず参敬した。明治維新に、神仏分離令により、神義と決して別当時の安全寺は、 分離、廃寺となり、座王道は、金婦神社と改名。新潟県最初の県社に列。明治40年に、社殿炎上し、大正2年再建。平成15年5月13日早朝、不審火とみられる出火により、廃殿の外壁の一部と屋根部分を消失。平成16年には、新潟県中越地震により、本殿基礎部分に被害を受けたが、 平成17年7月16日に、社殿修復を完工。平成21年、五創建1300年祭を採用。長岡市市では、旧暦6月15日に祭礼が行われ、やぶさめと長岡町の屋台とが呼び物であったが、宝暦14年以降から屋台については、越後長岡藩より統制を受けた。長岡市外北部に立地する。ありがとうございます。